よーし。さあ、超絶無双チャレンジどうかな。私だ。あなた。お前は誰だ。あなた何者ですか。私は宇宙人だ。あ、宇宙人。衛進が言ってた。ああ、お前はあの地球人の親だな。人の家に勝手に入ってこないでくださいよ。お、これはなんだ。え、これ超絶バルキリーとガイストファブニル。お、いえ、右左で超絶無双スタジアムでこのパーフェクトフェニックスで勝てるかっていうのをちょっとやってたところです。そんな面白い遊びをこの宇宙人のために考えてくれたのか。いや、あなたのために作ったわけじゃないんですけど。なんだと。あ、どうぞ。そうか、じゃあ遠慮なく遊ばせてもらうぞ。お前はもう用済みだ。向こうに行ってろ。わかりました。あ、遊んでってください。あ、びっくりした。よし、では今回はこの超絶無双スタジアムを使って超絶バルキリーの覚醒状態の右回転、そして九重のガイストファブリンの左回転、この2つを私はこちらでパーフェクトフェニックスゼニスボルカニックダッシュだ。これは強いぞ。宇宙でも流行っている。は、早速蹴散らしていくとしよう。この2つを私が蹴散らすことができる。分かっているな、お前たち。地球を侵略する。今回はこのパーフェクトフェニックスゼニスボルカニックダッシュで10回で撃破してやる。3、2、1、ゴーシュ。おお、どうだ、いきなりオーバーする。オーバーはできないのか。おお、3、2、1、ゴーシュ。これで遊んでやろう。デッドハデス、ゼロバンプ、エクストリームダッシュだ。3、2、1、ゴーシュ。お前は重い、ハデス。お前は重い、そしてそっちでやらせておくんだ。そっちでやらせて回転をもらえ。新しいやり方だ、これでいい。これで、刺激させろ、刺激させろ。頑張れ。これは、勝負がつかないんじゃないのかな。これは勝負がつかない。これは本物ってどんなものだろうか。
そしてぜひお友達にも教えてあげてくれ。それと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。宇宙人もたまに出てるぞ。そしてチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。宇宙人もたまに出ている。ということで今回は以上でございます。バイバイ。地球人の親はどっかに行ったっきり帰ってこないな。あの腰抜け目。